私が初めてマッキントッシュのコートに出会ったのは今から15年ぐらい前にイギリスに遊びに行った時なんですけれども、主人の男性がシンプルなステンカラーのコートを羽織っていて、でその時の印象はすごく形がシンプルでいて別に毛羽立ちもなくでシャープですごくモダンなイメージだったんですけれども、行ったのが冬だったからこれで寒くないのっていうふうに思ったんですね。でも実際袖を通させてもらったらファーがついてるわけでもなく裏地がついてるわけでもないのにすごく風を通さなくってすごくしっかりとした仕立てで丈夫で、ああなんかこのコートいいねっていうのが始まりだったんですね。でお話を聞いたらもともとはイギリスで雨具として活用されていたってことで、まあ、ああいうイギリスの気まぐれな天候にすごく合っているものなんだなっていうふうに思いました。で実際自分ではそのコートを今は、まあ、大人になって日本で着たりしてるんですけれども、なんかすごくなんだろう、もう今からすごい前に出来上がったものであって、しかも職人技ですごく手の込んだなんていうのかな作り方をずっと伝統的に守られているものであるのに、なんか古臭さを感じないっていうところがすごいなと思います。で今こういう時代でいろんな安いものだったり大量生産のものだったりそういうものがなんかもう山ほど溢れている中で、やっぱり全て英国製というところを守っているところと、いいものをずっと作り続け、それをまた次の世代につなぐっていう、なんかそういう精神的なブレないところがすごく大好きです。で私の娘まだ高校生なんですけど、ああいうなんかまあ安いものも知りながら今からちょっとマッキンのいいところを教えて、私のお下がりをぜひ彼女に譲っていきたいなっていうふうに思ってます。